酒をれ今日もさすらい涙も浮かれるブルーゲイル涙払ってブルーゲイルきらめく力支配階級イノセントと支配される者シビリアン、その間にも時代の流れとも言うべき変化が起きようとしていた。ソルトのリーダーカタカムズシムはアイアンギアが欲しいばかりにおべっかおせっかゴリ押し三昧、巻き添え食って死んでいくのはソルトのメンバー。ティンプの繰り出すマシーン、ドランの凄さに歯も立たぬ、エルチの救出ままならぬ、ジロン・アモスはヒステリー。それでは嫌気も誘うもの、ブルメ飛び出し止めるもできぬ、ジロン・アモスはかわいそう。ごたごた果てしなく。あっ、くそ、なんか引っかかったのか。のところで援護しやがって、この出来損ない。チルはさ、我慢しな。もう、意地悪、ヒステリー、トシマ、白状も、ピャーラーこれもあれもみんなチルのせいなんだ。もういや、もたもたしてっからよ。あれ、あの子たち。そっか、髪の毛を切ったお姉ちゃんのところにいた子だ。ちょっと、うわ何遊んでんだよ。先行っててよ。チル、荷物どうすんの。なんだよ。やっぱシマリアさんとこにいた。あ、お前チルって言ったな。うん、どうしてこんなとこにいんのさ。マリアがあんまりいじめられるんで引っ越そうってじいさんと来たんだ。へえ、マリアさんおじいちゃんがいたの。違うよ、医者のじいさんの手伝いやってんだよ。ジロンさん元気かい。もちろんどうさ。会いたいな。アイアンギアで来たのか。うん、ダッピ早く行こうよ。怒られても知らねえぞ。なんで怒られるのさ。この町に来たばっかだろ。町の人と話をするとじいさんがうるせえんだよ。バーハハハ。マリア、うん、カタカット、ジロンたちは鉄砲玉だろ。帰ってくるわけないんじゃないの。エルチがさらわれたりするからこんなことになったんだよ。カトセット、アイアンギアはソルトに協力してくれるんでしょうね。なんで協力しなくちゃならんのだ。なんで。これはエルチカーゴ名義の船だからさ。あんたは何も言う権利ないんだからな。エルチお嬢さんが戻ってくるまで。このドックだってカタカムがいたから安く紹介してもらったんじゃないか。うん、
パターンはよそう。俺は好きでこのドックに入ったんじゃないんだ。カタカムが入れ入れと言うから乗ってやったんだ。俺はあんたと違ってカタカムって大っ嫌いなんだ。あんた大人、カタカムの話聞いたでしょ。尊敬できる男なんだよ。嘘をつけ。何が嘘だ、文句。ジローたちだ。ジロー、どうだった？修理が進んでいないようじゃないか。グルメ見つかんないの？ああ。どうすんだよジロー。まったくソルトの連中は遊んでんじゃないのか。何よジローまで必死てる。よせ言うな。エルチの居所が分からなくてイライラしてんだ。あったかのヒステリーなんて。誰がヒステリーだって。あんたでしょうが。なんで。エルチだブルメだっていいけどさ、買い物はさせられる。コトセットには怒られるしさ、手を貸してよね。ソルトのカタカムって人が手伝ってくれてんだろ。あの人は組織の人と打ち合わせなの。一人で好きにやってるジロンとは違うからね。俺たちには大型の船を操れるやつなんて一人もいないんだ。エルチとかっていう女を救出することだけしか頭にない連中にこれ以上アイアンギアを任せるのは我々の戦いの足を引っ張るぞ。同感だけどね。実戦の勇士たちをなくすのは痛いな。仲間が集まってくればそんな心配もなくなるさ。で、どうなのだ。ああ、ウルフクラスのランドシップが3隻ほど手に入るだろう。それにウォーカーマシンチームも来るしな。よし、良好じゃないか。なら頭を使ってアイアンギアを我々の戦力に活用することを考えるさ。これは嫌だぜ。ラグの言う通りなんだよ。カタカムたちに協力すりゃエルチを救い出せるチャンスは出てくるんだ。エルチの方が先だ。アイアンギアを出てみて分かったんだ。あれはなくちゃいけない。そのためにもカタカムと手を組んで。あっちめちゃめちゃにされちまうよ。あの人はそんなにドジじゃないよ。なんだと。言いくるめられたもんだな。みんな言いくるめられてないよ。一人で生きていけないってことが分かっただけ。一人よりここはカタカムの組織を利用するのが手だって。その方が絶対早いよ。本気か二人とも。あんなの信用ならないんだよ。カタカム、そんなやつ男のクズだ。ジロー、カタカムはやることやってんのよ。裏切られるぞ。カタカムは男です。ジロー、あっ、ジロー、髪を切ったお姉ちゃん覚えてる？髪を切った？ほら、野菜の姉ちゃん。マリアが来たのか？うん、マリアんとこの子が来た。マリアんとこの子？ここにか？うん、ジローに会いたいって。何しに来たんだ？マリアがあんまりいじめられるんで、メディック爺さんとこっちの方へ流れてきたんだ。メディックさんとここに？ああ。で、お前はなんでここに来たんだ？俺、医者の手伝いなんて嫌だからブレーカーになりたくて。マリアは知ってるのか？うん。そういうのは10年早いんだよ。マリアのところへ案内しな。チル、荷物。うん。まったく、ノウサギ一匹やしない。ここに落とし穴かよ。どういうつもりなんだよ。ウォーカーマシンは食えないぜ。そういうつもりはない。トカゲの一匹でも落ちてくれると思ってた。俺がドジだったのか。そうは言わんよ。お、あんた動くな。撃つぞ。あんた、ピエール司令官じゃないか。どうしたんだよ、イノセントがこんなところで。私を知っているブレーカーか。アイアンギアか。アイアンギアのクルーのブルメ。さすがイノセントの司令官だ。そうさ、ブルメさ。近づくな。ピストルが。どうしたんだよ。何がだ。ちょうどいいぜ。お前一人こんなところで何してるんだよ。このぐらいのことでひひ言うことはないんだ。ビエルさんよ。アイアンギアがめちゃめちゃになっちまって、エルチがさらわれてジロンまでおかしくなっちまって、それもこれもみんなお前のおかげなんだよ。さあ、どこからぶち抜いてやろうか。ん、お前本当にビエルなのか。本当にここなんだな、タッピー。
危ない。何すんだよ。帰れ。俺だよ。石を投げんなよ。兄ちゃん、誰か来たの？ペッチちゃん。タッピが帰ってきた。マリオ。ジロン。アイアンギアらしいのが来てるって聞いたけど、本当だったのね。おお、あんた。また治療台を踏み倒しに来たのか。まさか。イノセントといってもいろいろいるのさ。4日以上何も食べてないんだ。ブルーストーンがあっても私には買い物などできないし。ドジをやったのか。そんな簡単なことじゃない。じゃあなんだよ。それを飲めばイノセントがドームの外に出ても死なないのか。まあ、いや、このカプセルだけでは私はそんなに持たないよ。私は君たちシビリアンのように生体改造はされていないからね。生体改造？なんだそれ。なんで俺がイノセントの面倒を見なくちゃならないんだ。おっ、ほらほら、しっかりしろよ、ビエルの旦那。あ、よいしょ。あ、ブルメ君、おい、しっかりしたまえ。何がしっかりしたまえだよ。あんたがしっかりしてくれないからこうなるんじゃないか。やっか。そりゃそうだよ。子供だって野菜作っているよりブレーカーかロックマンの方が好きだもん。そんなことを言うと子供たちはますますいい気になるわ。私たちがこんな土地に来たのはね。それはタッピから聞いたよ。ドンパチが嫌で逃げてきたんだろ。それだけじゃないわ。もっと前向きになろうってメディックさんの手伝いをすることに決めたの。いいじゃない。あっちこっちの流れ物の暮らしが分かって面白いだろ。ところがここに来たらそうもいかんのさ。うさんくさい連中が手を貸してくれとやってくる。ティンプかホーラか。ソルトとかいう連中だ、知ってるか。難しいことばっかり言う連中だ。便利だけどね。便利。ただでいろんなことしてくれてさ。うん、好きなのか。あ、ソルトのカタカムか。カタカム、おお、なんてやつ好きになれると思う。なのに付き合ってんだろ。言ったろ、便利だって。ほらタッピー、もっと修行してきたらブレーカーにしてやっからな。マリアの言うこと聞いてよく手伝いするんだぞ。チル。はい、バイちゃん。ジローン、きっと行くからな。よ、医者はどこだい。知らねえな。200キロ先の町にはあるがよ。薬屋もないのかよ。ああ、医者らしいのが流れてきたって言ってたな。どこにいるんだ。知るかよ。やよ、姉ちゃん。いや、かわいい。やよ、付き合わない。逃げなくたっていいでしょ。あ、アイアンギア。なんてこった。これじゃ船でした意味がないじゃないか。やれやれ。やはりエッジポイントの方向に飛ぶ飛行物体があったというのか。はい。ご苦労だったビリンナだ。何です。アイアンギア、どこに行くつもりだ。アイアンギアを止めさせろ。お、止めて、アイアンギアを止めて。なんだ。カタカムがアイアンギアを止めてくださいって言ってます。言ってます。だってそんなの聞けるか。コトセット、なんでカタカムがいないのに船を出すの。ジロンが出せと言ったんだ。パットマン止めて。ラグ、何を。エルチを探しに行くのにカタカムの手伝いなんかいるもんか。止めてください。飛び乗れって言え。急いでんだから。了解。いいか、この船はソルトの船じゃないんだ。修理してもらって、補給してもらって。人の親切は受けてあげないとね。そういうこと、そういうこと。親切は惜しみなく与えるよ、諸君。カタカム。まいった。本艦の行くルートだが、エルチを運んだと思える飛行物体のルートを見つけた。
何？進路は大丈夫か？見てくれ、大した戦力だろ。どうだね、ジロン君。これだけの戦力をソルトでも揃えることができた。偉い偉い。みんな素人なのだ。歴戦の勇士の君が先導をしてエッジポイントへ向かってくれまいか。おだてたってダメだ。いや、おだててはいない。事実を冷静に認めているから言えるのだ。君は勇者なのだ。ただただ決起に入る若者たちに戦い方を教えてやってほしい。ま、リーダーのそういう気分はわかるよ。やるか。集結場所は間違えるな。わかっている。ティブロス、ティブロス、聞こえますか？アイアンギアをキャッチしました。ウントコバレーに直進。ヤリアが出ました。先行するようです。ついに捕まえたか。パトロールに出ているウォーカーマシンをウントコバレーに集めろ。ダメです。半日はかかりますぜ。なんでだよ。なるべく広くパトロールしろって命令したのはティンプ艦長ですぜ。俺がか。うわあ！艦長命令か。ならしゃねえな。手持ちでやってみるか。ジロー、ソルトのウォーカーマシン連れてくるんじゃなかったの？早すぎるよ。そんなことに構っていてみろ。助けられるものも助けられなくなっちゃう。ギャリア、聞こえないのか？足が速いぞ。冗談言うな。戦いになったらな、これでも遅いんだよ。ギャリアの人って組織のことが全然分かってないみたい。ジロンは結局エルチ、エルチじゃないか。周波数帯を探せばいいんだよ。じゃあ、あんたやりなよ。イノセントが使っている周波数が分かるわけないじゃないか。君は技術者だろう。私、ザブングルで出るわ。ジロンから目が離せないのよ。頼む。ラブ、ラブーカだ。投げるよ。了解。ジロンめ、どこまで出たんだ。カタカム、急いでよ。カプリコ隊、聞こえるか？先発隊だけでも叩きりゃいいんだ。よし、俺の怖さを思い知らせてやるぜ。出たな。あら、ダッカーがあるんだろ。いつまでも座ってるんじゃないの。アイアンギア、聞こえますか？敵のウォーカーマシンが出ました。カプリコタイプ4機です。うわ、早い。ジル、無駄に撃つな。まだ敵が出てくるかもしれない。やった、すごい。さすが慣れてる。ダッカー下がれ、やられるぞ。あ、まだ撃ってる。やらせるかよ。長いスカートを履いた女だぜ。ロングスカート。いや、かわいい。ホワットつかみ、ホワット。あ、離して、離して、こいつ。暴れろ、暴れろ。どうよ。撃つぞ、どけ。ジロン、落ちちゃう。助けてくれんならもっと優しくして。ティンプ、カプリコは2機もやられてます。どうします。おい、砲撃して後ろのバファローを狙い。旦那、これでいいっすか。早く援護してやれ。いいっすよね、これで艦長。的確だ、ギロ。何としてもギャリアを潰せ。あ、
爆発するぞ。急いで。急いでます。おい、これどうやって撃つの。カバーを外せ。爆弾を仕掛けたぞ。なんで止まるの。後ろからティンプが狙っている。ウォーカーマシンジ変形、支援する。ウルフは右より回り込め。急げ。撃て。コトセット、プロポピエフ、危ないじゃないか。撃つときは教えろよ。カタカムだよ、カタカム。艦長ずらして命令出してるんだよ。なぜ俺が命令してると思ってんだ。やりますか、テンプ大決戦を。弾丸最終戦を。うわ、艦長だ、俺は。ドランもなくて、おめおめ負け戦ができるか。交代するチャンスを見極めるのも艦長の才能よ。逃げろ。やだ。なんで邪魔するの。こんなバラバラじゃ勝てる戦いも勝てないんだよ。どいてくれよ。その元を作ったのはあなたでしょ。今みたいなアイアンギアの使い方ではこっちまでやられる。あんたの親分によく言っときな。了解。ったく、これじゃ。ぬくもりを。頭でっかちカタカムと言い合うジロンを横目に置いて一人船出るファットマン。エルチ小石の執念が野生の男の雄たけびを雪の谷間に流します。ホーラの横やり何のそのウォーカーマシンを跳ねのけるファットマンパワーの凄まじさ。次回、戦闘メカザブングル、ファットマン思い遥かに。そ